RMC チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは、はいえー。今日もリスクマネジメントジャーナルを石川副理事長とともに進めてまいりたいと思います。石川副理事長、どうぞよろしくお願いします。石川副理よろしくお願いします。はい、今日ちょっとねテーよろしくお願いします。けどもぞ、ねはい石川ういす。石どい石川さんのほうから。今日のテーマは、静岡県裾野市のさくら保育園における、うんまあ、保育士の、保育士による3名のね、3名の保育士の、はい 保育士にによる虐待問題についいいてて取り上げたいと思っています、うん、ニュースになってますよね。そうですね、まあか、かなり長引くかな、うん、この問題長引くかなと思うのと、結構氷山の一角だと思うので,、うん、で、そういう意味においては、みんなでしっかり考える良いきっかけになればという願いを込めて、まあ、ただ単に批判するだけではなくて、うね、どういう視点で考えていかなきゃいけないのかということを一緒に考えていきたいと思います。えとまあ、ちょっと 場所によってだいぶ捉え方も違うと思うんですけど、まあ、石川さんの方の見方としてはど、どっちの方面から今回は裾野市、市の対応に関して、うん、中心にね。というのは、桜保育園は記者会見をしていないんです。うん、12月5日にすると言っていたんですが、<お>結局しなくなったので、はい、公式情報が出てないわけですよ。公式情報が出ているのは、はいはい 裾野市のみなので、まあ、それ以外の報道はもちろん、うん、裾野市以外の報道はもちろんされていますけれども、ええ、解説するにあたっては公式見解が出ているところから、そこのそこの分析をしないと、まあ、解説をしないと間違ってしまうので、公式市,の市が出している公式見解書、特に公式見解書、それとあと記者会見も。の なんですよね。うん、あの裾野市の記者会見11月30日に1回やってるんですけど、<え>質疑応答の部分がないんですよ、探したんですけど。ああ<ー>、<な>動画で残ってない。なな動画テキストもないな、うんあ。えっと、あるのが、ちょっと皆さんにご紹介しますけど、えっと、これが裾野市の臨時記者会見11月30日に行われた臨時記者会見です。で、<え>これ、えー 15分ぐらいなんですね、あの市長の全文と発言と担当者の説明があるんですが、はい、このあと質疑応答がないんですよ。で、テキストにおいても、こちら、市長のコメント、全文と、あとはこの PDF ファイル、うん、市の公式の発表だけで、質疑応答がない、でこれ、珍しいっていうか、うん、通常は記者会見やってるから、記者との質疑応答あるはずなんですよ。 で例えば、動画がなかったとしても、ね、今は動画も必ず入れますよね、うん、入れますが、すね、動画もないし、質疑応答の動画もないし、うん、それから、動画がない場合、記者との質疑応答あの必ず入れますというか、市のレベル、もしかしたら自治体レベルだとないのかもしれないんですけど、動画入れてるんだったら、質疑応答まで私は入れるべきだと思いますが、うん、ないんですね。うん、この市からの発表のと。入ってでね、わざとね。 ててます切ってますすす企業はねよよくあるんですよ発表だけやって、後ろの質疑応と切っちゃうっていうのはあるんですけど、<ー>これそもそも私はよくないな、ここが、ね、くないですね。まずもってよくないなと思いました。うん、それで、えーと、こういう場合って、他の他のところもあるかなと思って探したんですけど、うん、YouTube の動画検索をしたんですが、ないんですよ。ない。だから、他のテレビ局も、 質疑応答がなくって、えーあの、今回に,かんこの問題に関して言うと、私が困ってるのは、質疑応答がないっていうのが一番大きいです。取材しかないので、うんで。唯一あったのが12月5日に、えー、市長が記者会見、もう一回してるんですけど、うん、そのときは3、えー、け刑事告訴をしたということで、うん、記者会見やってますけれども、 その時の動画はありました。うん、ただし、裾野市ではなくて、うん、他の TBS のニュースが撮ったとですね。うんうん、情報が非常にこの公式情報が少ない、やり取りが少ないっていうのがもう、まあ、混乱の大きな原因かもしれないですね、もしかすると。うん、私も困ってますから、はっきり言って。<laughs> なるほど。うーんで今日は 今日のポイントは、の公式会見、はい、公式見解文。まあうん、私たちはポジションペーパーって言うんですけども、市の第一報である公式見解書、ポジションペーパーの書き方について、はい、私はちょっと違和感あるなと思った部分について解説していきたいと思います。はい それでもこれね、あの一番最初相馬さん知ったのはいつですかニュースですよね、ニュースでした。いつだったかなちょっと。あんまり記憶にないけど。最初ニュースに触れたのそれともニュースだったと思いますよ。奥さんから聞いたとかあ、ニュースだったと思いますよ。多分。うんヤフーかわかんないけど、ネットニュースじゃないかなうんうん。うですね。一番最初に報道されたのは静岡県。 静岡新聞になります。ほうほう静岡新聞で、ねうんはい、静岡新聞で11月29日の夕刊で最初に取り上げられました。うん、でそして、えーええーと、記者会見、市が記者会見やったのは30日ですから、うんね、どう見たって報道,される報道されたから記者会見やったって感じ。えー、時系列はね、 そう、だし、私、一番驚いたのは、こう時系列で書いてあるのはいいんですけどね、こう細かく、発覚、はい、ここの今回の場合でいうと、通報があったのは、市に通報があったのは8月17日なんですよ、はいはい、8月17日。保育士、同僚の保育士から通報を受けて、うん、そして、面会してます、市が面会して、その通報者と面会をして、うん、でそのあと、 4日後に、今度は市は園長と面談して、指導をしています。うん、指導をしていまして、まああの、ちゃんと事実確認しなさいよと言ったこと、はいはい、それから通報者が不利益こもらないようにしなさいよということ、うん、調査の結果をと再発防止策をまとめなさいとで、えーと、園児、保護者への適切な対応を取りなさいということを指導しています。はい。うん まあ、ここでも1個抜けてるなと私は思ったんですけどね、1、うん、一個抜けてるなと思いながら、まあ、指導はしました。うん、で指導をして、えーで、同日、この時の園の対応は早くて、指導、面談をしたその日中に、不適切保育を確認しています、うん、この当日中に。で、3人の保育士も特定されています。で、翌日、確認した翌日、該、え、当、ー、保育所を移動させています。うん まあ、その子どもと接触させないようにしていると、うん、いうことですね。そして、えー、3名の保育士を自宅待機させて、他の保育士へのヒアリングを実施して、市は園から調査報告を受けたのは、報告書を、の提出を受けたのは25日ということで、うん、まあ22日に面談して、25日だから、わりと正午と3日ぐらいですね。うん、早い。早い ですよで再発防止策、うん、職員会議で再発防止策を26日やっています。うん、で30日、今度は市は通報者と面談して、まあ、通報を受けてるから、当然、通報者にこうなりましたよということで、連絡をする、今回、通報者は同僚の保育士ですから、職員会議をやってるということであれば、もちろん、その場にいるわけですから、かりますよねここまではよ,よさそうに見えます。うんね で,で、9, 日には9月翌月の9日には保育士の処分を決定して、うんぬんかんとありますが、えー、でこの間、不服に処分を受けた保育士の1名が、不服申し立てをして、まあ、市が面談をしているとは、園長と面談。市は園長と面談したり、えー、市はその通報者、この不服がある保育士と面談したいということを、 重ねて、1ヶ月ぐらいまたかかるんですが、うん、この後10月動きがなくなります。うん、この動きがなくなり、そして11月16日に、その後の報告がないことを、園長に指摘して、県に報告するよ、ということを言いました。はい。 で法人関係者から、5年長じゃなくて、法人関係者から保護者会を実施する報告を受けるということで、まあ、要するに職員会議はしたけれども、保護者会をやってないということですよね。お保護者会をやらないまま来たということです。<ー>そして28日、市長への報告で、ここで私、名を疑って、市長への報告28日ですか。記者会見の実施を決定して、記者会見を30日に行うと。 うん、ということで、うんえー、あこれ、報道されるって、取材を受けて、報道されることになったから、市長に報告したんだなっていうのが、うん、分かります。これね、うん、私が教育員やってた時もあったんですよ。はい、ある問題あの、暴言入った、暴言を発,信し発言した小学校2年生の子に、暴言をした教師がいるんですけど、はい、その人の、 テープが報道されるということで、わかりました。<ー>でいや、それ、その前に報告でしょうって、私、すごい怒ったんですけど、そう,ねうん、そうです、そうです。怒りましたよであそうあの。アレルギー事故の時もそうですよ。報道されるからって言って、ね、報告あるって、うん、すごい私、頭にきましたね。隠蔽みたいな感じになっちゃうんですからね。ね隠してたってことになっちゃうね。上ま,上まで上げないって、ねうん、いうことです。でこの もうすごくこれは大きな問題ですよ、組織として。だって命に関わることなわけで、そうですね、うんで。市長は28日に知ったって本当かなと思って、何度も私見て、そして12月,12月5日に市長はコメントしてるんですけど、私が知ったのは、はい、11月28日ですって、やっぱり本人も言ってるから、うん、本人と市長と副市長が知ったのは11月28日だと言ってますから、本人も言ってますから。うん やっぱり11月28日ななんだなということですここがまず大きな問題が組織として大きな問題がある命に関わる問題が3か月間ですからね、うん、指導が入ってから市長への報告が入るのに3か月かかってるとそうです、うん、はいです、うん、なるほど10月も動きがないしあともう一つもう一つ私が気になっていたのがこの、うん 指導の内容で、うんえ、保護者への適切な対応を取ることって、適切な対応って、謝罪することを言わなかったのって、謝罪、うん、普通謝罪でしょって。うん、まず、加害者がいるんだったら被害者がいるわけで、うん、被害者に謝罪するっていうのはもう基本中の基本ですよ。うん、で、これ、謝罪の指導してないっていうのが、大きな、まあ、漏れ、漏れというか、えな。 でそ,うそういったやり取りが記者会見でしなかったのかなということを私は確認したかったんですけど、分、うん、かんないんだけど、まあうん、ポジションペーパー、この見解書を見る限りないですよ、適切な対応って分かんないですよね、適切な対応してくださいって言ったら、うん、園は勝手に、要するに通報者がいるから、通報者向けの対応しかしないわけです,ですよ、うん同僚。同僚の保育士、保育士が辞めたりもしてるし、保育士がメンタルやられますよね、うん、なんであんなことやってるんだろうってなるから。ねうん で職員会議はしてるんですけど、うん、保護者会やってないし、まあ、保護者会の前に被害者の謝罪ですよ。うん、だから、このあと園は12月の29日、あの報道された日で、その後も保護者会やってるんですけど、うん、保育士3名からの謝罪がないって言ってるんです。逮捕されちゃったんで、今となっては無理なんですけど、10 12月の4日にもう保育士は逮捕されましたから。 そうなんですね。ねそうなんですよ、うん、逮捕される事態に至ったので、もはやで、でも一人、服を申し立ててたんでしょでも不服申し立ててるし、あと、まあ今も連絡取れないということもあったし、うん、まあでも逮捕されちゃってるから、3人逮捕されてるので、えー、もう、逮捕っててここととは身柄拘束されてるってことですから、ね、そういうことです、ね、うい、ん、ね、うん、もう連絡取れも取れないも何も、もう、絵も手出し出せないし、直接謝罪とかっていうのはできない状況。 ですね、だからこの時系列一見早く見えるんだけど、まあ、肝心の謝罪に関してないし、うん、ない明らかにないしで保護者ん、保護者適切な対応じゃ分からないですよね、うん、勝手に考えちゃうしで、まあ、そもそもやってないっていうのもありますだから市の指導が私は適切ではなかったというふうに、うん、まこの書面から 見えてしまうということと、うん、それから、えっ、ー、とね、あとね、これ、これ、ね、不適切な保育の内容、書かれています今15個。で、一つ一つは小さなことではありますけれども、はい、これ多いでしょうということと、1個増えて16個なんですけど、ね、あのやっぱり身体的なもの、<laughs> ま言葉も良くないですけど、身体的なもバインダーで頭、まあ、一切ですからね、バインダーとかってないでしょう。なかなかちょっとひど,いひどい内容ではありますが、このひどい内容に対して、ね、これもよくありがちなんですけど、原因についてのコメン,原因のコメントがないんです、原因の項目がない。つまり 市としてはこういう対応をしました。で、虐待の内容はこうです。で、これまでの園の対応はこれです。で、今後の市の対応はこれです。って、こう行っていますが、うん、で、なんでこうなってしまったのか。つまり、なぜ保育士は、3人の保育士は虐待行為をしてしまったのか。うん。3人もいるわけで、まあ、この,そのクラス6人いるそうだけど、他の3人はどうしてたの、うん、ということにもなりますし、うん 縁は把握し,してたの市から通報を受けて初めて知ったのかもわからないし、それから、まあ、そもそも環境シフトどうなってるんですかとペア。大体、保育ってペア保育してるはずなので、うん、どういうペア組んでたんですかということもにもなるし、まあ、原因に対して、こういったことが原因として挙げられるっていうのは、通常書かなくちゃいけない。 ペーパーパポジションペーパーの中においては、反省点ですよね。もちろん円、円としての円はこういう調査報告で上がってて、こういったことが原因となっているということを書く必要があるし、うん、市としてもやはり指導不足があるわけですから、ね、反省点を書かなくちゃいけない。こ、うんうん、れが丸きりない。ないんですで。結構これもね、ありがちで、こういったことに対してこうやりましたって。 いう説明はあるんだけど、根本的な本質的な原因究明とか、原因にアプローチしてないペーパーって意外と多いから、だから、まあ、の再発防止が空虚に見えてしまうという。まあ、例えば、調査中なら調査中とか、そういうのも書かなきゃいけないわけですよね。まあ、でももう調査報告書出てるから、8月25日の段階で調査報告が出て、 いるので多分この調査報告もこういったことがありました<ー>でこういう対策をしますって終わってんじゃないかな中身はね原因原因は職場環境、うん、やっぱりこのストレス他のほ他の報道を見ると保育士へのストレスだとか保育士自身が悩みを抱えているといったこともちらちらと報道はされているので、うんえー、でもそこはチ,ーチームっていうかね、まあ、通常一人だと孤独になっちゃうんだけどチームで いるわけだから、そこカバーし合っていけるはずなんですよ。うん、でもそれができていなくて、みんなでやっちゃったとっいうところは、まあ、どうしてそうなったのかというのは、うん、もっと原因究明の原因のアプローチは必要だろうと思います。だから保護者会なんかも開いても、みんなよくわかんないんですよ、説明になってないっていうんうん、よし、まあ、内容が。 衝撃的だっていうのはあるんですけど、じゃあ、その根本的なところへの説明がおそらくない、ないから、うん、なんかな、なんだかよく分かんなかったとか、であと、隠蔽したことに対しても、もうなんで隠蔽したのかって、やったことに対してあ、防げなかったことを心から反省する、気づいた時にあ心から反省してっていうのは分かるんですけど、それ、隠蔽。 工作をしているのでその10月に、ね 2>, うん、2回やってるんですね、見たところ、これは1回目は、まあ、保護者に土下座したって言ってるのは、通報者か、通報者が8月17日に通報してますよね、同僚の保育士が、うんで。静岡新聞によると、同僚の保育士はと園長、園長から言わないでくれと言って、 言われたけれどもそれを振り切って、うんえー、通報したというふうに、うんえー、ま,ま報じられています。はいはい。それが一回目で、うん、あと十ここにはないですけれども10月に1月の末に保育士たちに制約書を書かせています。妨害しないように、うん、縁で打っていることに対しては妨、うん、害しないようにという制約書を書かせているので、ね、それを持って。 犯人隠避であるとして、うん、今回、裾野市の市長は、刑事告発をしたと。うん。縁をねがが。縁、縁、縁長、縁長ね。縁,縁,縁と縁長ね。はい、うん。そうです。うん、ということで、まあ、刑事告発するというところまで至ってるから、うんまあ、この、まあ、刑事告発。 非常に重く見て刑事告発をしているということで、うんまあ、隠蔽に対して非常に、まあ、市長としては、そもそも内部からも来ないし、園長は隠そうとするしということで、まあ、相当怒ってらっしゃるのは分かります。うん、で市としては、この処分、要するに今回、市長にあげなかった説金がありますから、うん、それに対しては、 管理職3名,3名を懲戒処分にして、それから、まあ、担当者、担当部長は更鉄で、うん、市長は、えー、2ヶ月の給与全額カット、それから副市長は1ヶ月全額カットということで、わ、うん、割と全額カットですからね、うん、通常ね、数ーパーセント、うん、カットとか10%。 とかあるんですけど、うん、全額カットっていうのは重いと思いますし、すねうん、全額ですからね、2ヶ月間って1ヶ月間、重い重いので、自分たちに対する処分もきっちりしているということにおいては、まあ、評価はできると思います。ただ、刑事告発して、これはアナウンス効果はあるんだけど、まあ じゃあ、なんで隠蔽工作したのかとか、やっぱりここをア,アプローチしていかないと、何を怖がったのかっていうのを知りたいし <laughs> それそれ、それに対する質問があまりなかったっていうか、うん、記者会見やってましたけど、30分で終わっちゃって、うん、要するに刑事告発の方にみんな関心がいっちゃったので、なるほどじゃあ、そもそもどうしてっていう原因、うん、隠蔽しなきゃいけなかった、一体何を守ろうとしたのっていうところの。 アプローチ、まあ。記者も抜けちゃってるような気がします。うーん。うん、なるほどね。といった、ざっとした流れですね。はい。はい、まあ、ちょっとずさんですよね、円の対応はね。うん、もう円の対応がどうにもならない、うん、広すぎるっていうのは言わず、まあ、もがなで。でも、そもそも、 死の書道も命を軽視してると私は見えましたし、うん、それとこの読み方がね、細かいことなんですけど、うん、これ虐待行為を一個一個読んでたので、うんいや、資料配布するんだったら私読まなくていいと思いますよ。なるほど、ね。そして、<laughs> これね、 カッコ1、ロッカーに入って泣いている園児をうんぬんかんぬカッコ2、園児の頭をバインダーで。カッコ3、棚に入った園児の足を掴んで。カッコ四って。でっこれね、カッコ、カッコを、機械的でカッコとか読んだりして。うん、私、すごく違和感ありました。うん、機械が読んでるみたいで。うんまあ、私だって悲しくて読めないなと思いますけどね。 ですね。というのが、私の今回、かなり怒り狂って今日やってます。うん定期的にこの幼稚園・保育園の問題ってね、あのバスのあれもう死亡事故みたいなのも含めて、今年もでもジャーナルでこれ2回ぐらいやってますよね。そうですね、幼稚園のバスのね。ねですから、多いってことでしょうね、取り上げるってことがね。そうなんですよ。子供を 改めて子どもの人権というかお、大人の感性、もう一回私たちあの、子供をちゃんと見てるっていうか、命に対する気持ちだとか、人権だとか、うん、もうちょっと考えたほうがいいいいだろうし、うんまあ、それだけ大人のストレスになってるのかもしれませんけど、大人が問題を抱えてると、ねうん、子どもの視点に立てないので、大人自体が、 危機的な状況なのかもしれませんね。あれでしょ、厚生労働省の,その統計でも増えているんですよね。さっきちらっと言ってましたけど、うん、そのあえっとね、2019年のオコスコロ省の発表によると、2019年、2019年、300 2019年度、不適切な保育は345件ということで、うんまあ、今回、桜保育園の氷山の一角345件中の1件にあったら、まあ今年は2022年ですけど、うん、ちょっと増えてるか減ってるかわからなくて、うん、2019年度の発表を厚生労働省の調査。 国の調査って結構遅いので、私の状況ののは分からないですけど、3年前で345件ですから、うん、コロナが始まって、あの今回、ま、コロナでストレスをためてるというような報道もありましたから、うん、2020 2021、2022で、拡大に増えている可能性はありますね。ありますよね。うん、もっと増えてる可能性はある。うんうん、なるほど。 うん、あとこれはね、プロの間でやっちゃってるからね、あのそうですね。普通、家庭内暴力とか、うん、あの虐待って、一人であったり孤独であったりっていうことがあるんだけど、うん、今回衝撃的だったのは集団だっていうことが大きいですよね。本来チームで乗り,乗り切れるはずなのに、そうではない。逆にみんな。 見て見ぬふりをしていたというのがかなり大きい衝撃を与えてしまっているんじゃないかと思います、うん、どうしてもこういう子どもとかね老人ホームとかね、うん、そういう弱いところでこういう問題ってやっぱりどうしても出てきちゃうよねで定期的にこういう 大きな問題が出てくるって感じがしますけどね。うん。そ、うん、うなんだろう。さっき言ったようにコロナでもう3年ですからね。大人のストレスが、やっぱりこう弱いところに出るっていうのはね、明らかでしょうから、本当に。子供はどうしようもないですよね。 社会問題だと思います、これは大きな。ね、そう思いますけどね。だから、だからただ、責めるだけじゃなくて、本当にどこに問題があるのか、どうしてそうなってしまったのかということを考えてアプローチしないかうり、全体として解決していかないんじゃないかと思いますけどね。うんうんだから、この先生も大変だったんですよね。あのやることが多くて、<う>コロナになてってしまったりとて、うん、倍ぐらい仕事が増えちゃってますよ。 先生たちのストレスじゃ大変なものでしょう。うん、まあ今日ね、そっちの見方テーマじゃないからあれだけど、本当、うん、原因追求をしないと、でおそらくこう仮説的にはそういう先生のストレスとか大人のストレスみたいなのが一番の原因だろうから、そこをシステマチックに直していかないと、同じことがね、起きるんじゃないかっていう不安はありますよね。 う,ん,、ね、うーん。うん。相馬さんは保育園に預けました私は保育園だったんですけど。うちは幼稚園でしたけどね。幼稚,幼稚園だったね、うん、幼稚園でしたけど、うん、どうだろうね。まあ保育士っていうか先生たち、もうそのベテランの先生からもう入ったばっかりの若い、ね、もう20代の保育士とかね。ええ そういう人たちもいっぱいいるから、まあそもそもその人たちがまだ子供だみたいな世界もあって、それは小学校とか中学校の先生にも言えることなんだけど、まあ我々が年取ったって言えばそれまでかもしれないけど、まあ20代の子、見てても子供ですからね、普通、先生とはいえ。ですからまあそういう人たちがまあさらに子供を教えるわけで、教えたりね、保育したりするというようなところを、 を考えると、うんまあ、いろんなトラブルはもちろん起きるんでしょうけど、昔だったらやっぱりそれはベテランの人がね、そういうのをこうフォローしたりとか、そういう体制がまだ余裕があったのかもしれないんだけど、うんうん、今の学校、まあ、保育園、幼稚園、小学校とかそういう学校教育全般含めて考えると、うん、そういう余裕もなくなってきちゃっていて、石川さん言ったように、先生の仕事量が あの半端ないですもんねそれにコロナが追い打ちをかけてるので、まあ、いや大変だろうなって見てても思うんで先生ばっかりは責められない気もするけれどもこういう刑事事件的なことを起きちゃうとね、うん、もうそれはどうしようもないので、うん、全体で社会全体で考えなきゃいけない問題ではありますね。うんうん そうですね、うんまあ、あとはベテランを配置するっていうか、まあ、今回、まあ、そこそこのベテランではありますけど、もう少し年配の方を入れるといい,い,いだろうと思いますし、まあ、保育園って、うん、結構60の人とか、まあ、この間の幼稚園の時は70いくつかとかだとね、まあ、76とかになるとちょ、ちょっとそこでそれは行き過ぎだろうとは思いますけど、<laughs> もうね体力的にもね、うん、<laughs> そう体力が持たないっていうのはありますけど。ですねうん 人で多くするっていうのは非常に重要なことですよね。小学校でもそうですけど、そうそう見守りとか含めて、なるべく多くの大人が、うんまあ、関わっていくような体制を作る。うん、予算を当てる、あるいはまあボランティアを当てるといった対策を立てていかないとなかなかめいっちゃうっていうのはありますから。慢性的な人材不足なんでしょうね。そう、そうだと思いますで。先生だって具合悪くなることがあるだろうし。 そうすると、もう、ものすごく過度な過重労働になってしまう。一人の、ね、一人でね、うん、一人休むと回んなくなっちゃったりするから、うん、本当人の配置は大変だと思いますよ。子供の相手っていうのは。そうですね。そ,うん、そこをの抜かしたままあ、話が進んじゃうと、まあ、悲劇だなと思いますので、うんまあ、今回これを取り上げることによって、まあ、保育の現場がどうなってるのか、どのぐらい の仕事量になってるのか、どのぐらいチームワークとしてできているのか、何が不足しているのか、でまた何で隠さなきゃいけなかったのかっていうね、うん、ことだとか、あとは死もやっぱり遅すぎるからい、命に関する問題はすぐトップですよ、命に関わる問題はね。うん、そんな発想がないってことは、地域自体に問題あるんじゃないのって、その職員の意識ですよね。 市民の生命と財産を守るのは非常に重要な、最優先の話なので、特に子どもですからね。そ,うですねそこは、うん、もう少し反省が必要だろうと思いますよ。処分だけじゃなくって、うんうん、私は処分よりもどうして市長にあげなかったのかということを知りたい。うん、なぜあげなくていいと思ったのかということを聞きたい。 もしかしたら記者会見のその質問で出てたかもしれない。いね、かもしれないけど、それもわからない。わ、うん、からないと。うん、うん。いうことですよね。そ,その会見の動画の出し方もそのものもちょっとおかしいということですしね。うん,うん。うん、地元のテレビも出してないっていうことですからね。出してないっていうことになるから、まあネット系もい,いかなかったのかなと思いますけど。うん。 まさか質問を受け付けてないってことはないですよね。いや、そんなことないと思いますけどね。うん、でも、どこも出してないってことはや、質問を受けてないんじゃないかみたいな。記者会見って、質問を受けるのが記者会見なんですけど。<laughs> まあね。あだから、不思議で、不思議な感じですよねで。動画もない、YouTube にも載ってないしということで、うん、結構ストレスになってるってことです。うん そうですね分析するにはね、はい、そこが抜けてるとね、ちょっと嫌なあれですけども、うん、まあね注意喚起とかそういうことも含めて、えーまあ、今年、うん、幼稚園の問題、保育園の問題だけでもね2回、うん、2階3回と、ジャーナルでも取り扱ってますから、まあ、本当に問題多いんでしょうね。今まであまり報道されてこなかった分野だろうと思います。うん、うん あと、まあこれで300件もあったら、大きな事故、起こりますよ、そのうち。死亡事故に至ってしまうと思います。起こってますからね、死亡事故とかね、バスのあれとかも含めてね。早く対策を打っていかないと、対症療法じゃなくて、なんでっていうところまで踏み込まないと、開発してしまいますので。そうですね。分かりました。じゃあ、ちょっと今日はね、また重いテーマであれでしたけれども、一応。 ええー、ジャーナルの方、終了させていただきます。ということで、はい、また登録といいねを。はい、ぜひ。お願いできればと思います。まチャンネル登録お願いします。はい、じゃあ、また次回お願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。